谷村智和は日本のプロ野球審判員。所属はセントラルリーグ、京都府出身。旧制同士社中学同志社大学から三菱商事を経て1959年セリーグ審判部入局。選手時代は内野手で甲子園出場はないが、1952年に社会人野球チーム京都クラブで都市対抗野球出場。 大学卒業後、24歳から休館西6、大学野球と高校野球で審判員を務め、1955年から甲子園大会も担当。高校野球審判員として春夏合わせて合計8回甲子園出場を果たす。三菱商事に勤務しながらの実績であった。1986年までプロ野球審判員を務め、通算3026試合出場。 オールスターゲーム6回出場、日本シリーズ11回出場。1987年から1994年に退職するまでは専任指導員。転じた翌年にセリーグが袖番号を採用しているが、指導員であるため当時一番大きい番号である32を付けた。セリーグの指導員が袖番号を所有するのはこの先例があるためである。ちなみに現在32は、 原信一郎がつけている。引退までアウトサイドプロテクターを使用し続けたが立ちながら構える。現在はプロ野球マスターズリーグで審判員を務めている。ありがとうございます。